江戸時代後期の紀州藩画廊。三浦長戸守屋第七代当主。官位は、十五位下、長戸守。今日は三年四月六日、紀州藩画廊。三浦た関の長男として、紀の国で生まれる。陽名は正太郎。文化十二年に名をためと改め、翌文化十三年に通称を証言と称する。文化十四年三月には、紀州藩主。 徳川春富に初めて拝越し、翌文化15年2月15日に春富を烏星親として和歌山城で元服。文政4年7月、梅小路定めにの娘と婚姻。文政6年5月28日、父の隠居により、家督と地行1万5千国を相続し、文政13年5月17日に下半に列する。天保6年に藩主。 徳川成行の参勤交代に従って、江戸に出府し、同年5月1日には、江戸城で、第11大将軍、徳川家成に拝越。同年12月16日、長戸守に任官。翌天保7年1月に、奇襲帰国の命を受け、帰国途中の3月には、遠祖、三浦義明の菩提寺である、万正寺に、3月5日には、伊勢神宮に参拝し、 3月15日に和歌山に帰国。天保9年2月5日に性質が死去したため、同年5月5日に渡辺文ンの妹を軽質として迎える。天保12年3月2日、病のため死去。去年39。墓所は和歌山県和歌山市の両方寺。家督は着難遺室が相続した。なお、南宋里見八県伝の作者。 極低馬琴の筆記助手を務めた、時村寺の父は、ため賞に仕えた医師、時村元律である。ありがとうございます。